平成14年台風第7号は2002年7月に静岡県に上陸した台風である。後に局地激人災害に指定された。新漁図2002年7月8日にマリアナ諸島で台風7号が発生しアジア名ハーロンと命名された。命名国はベトナムで同国北部にあるハロン湾に由来する。また、後に フィリピン大気地球物理天文局の監視エリアに入ったため、フィリピン名、インダイと命名された。台風は発生後発達しながらほぼ真西へ進んだ。発生から2日後の10日には、中心気圧975ヘクトパスカルにまで発達して、暴風域を伴い、その後もしばらくは、西西北西に進み続けた。13日には、沖ノ鳥島の西方海上にて、 中心気圧945ヘクトパスカル最大風速秒速45メートルの非常に強い勢力となって最盛期を迎えた。翌14日には次第に震度を北寄りに変えつつ沖縄本島の近海に達し、同日夜には中心気圧955ヘクトパスカル最大風速秒速40メートルの強い勢力で沖縄本島を通過。その後震度を北に転じた。 なお、沖縄本島はこの2日前の12日に台風8号の直撃を受けており、立て続けの台風襲来となった。台風は15日朝には、鹿児島県奄美大島の再開場を通過。同日午後にかけて、トカラ列島に沿うように北上し、夜に九州に再接近した。台風が九州の南海上に達した頃から東寄りにら、震度を変えたため、 九州に上陸することはなかったものの、種ヶ島、薬島及び九州南部の一部を暴風域に巻き込んだ。薬島では秒速47メートルの最大瞬間風速が観測されている。台風は九州に接近した後は速度を早めながら本州の南岸を東北東に進んだ。四国や紀伊半島の沿岸にかなり近い場所を通過したが、 台風の勢力が衰えていたことや、激しい雨のエリアが狭く台風本体の雨雲の大部分が海上を通過したこと、強い風のエリアは台風の中心の南側がメインであったことなどから、接近の度合いの割に風雨の影響は小さかった。さらに、梅雨前線はこの頃日本海にまで北上していたため、強い雨は北陸東北地方が中心となり、 新潟県佐渡島の一部では記録的な大雨となった。台風が紀伊半島沖を通過した際の速度は時速5 5トルと非常に速く、紀伊半島沖通過からわずか3時間後の16日9時には静岡県の伊動崎付近に達し、中心気圧975ヘクトパスカル、最大風速秒速30メートルの勢力で伊豆半島南部に上陸した。 伊豆半島を横断して、伊豆大島近海を通過し、11時には千葉県富津市付近に達して、房総半島に再上陸。台風は伊豆半島に上陸する前に勢力をやや盛り返したこともあり、中心付近には狭い範囲ではあったものの、非常に活発な雨雲を伴っていた。そのため、関東南部では1時間に30ミリメートルを超える激しい雨が降った。 台風の中心の南側で特に風が強く、三宅島では9時59分に秒速46.2メートルの最大瞬間風速を観測した。その一方で台風の北側はそれほど風が強くなく、強風による大きな影響はほとんど出なかった。そのため、関東北部には台風による影響がほとんど出なかった。台風は房総半島に再上陸後1時間ほどで、 調子市沖の海上へ出た。海上へ出てからは時速70キロメートルの速い速度で北東に進み急速に去った。この台風に伴う関東南部での風雨は16日の15時頃には収束した。この台風は房総半島に上陸したものの関東地方北部における風雨は極めて弱かった。台風が房総半島付近を通過すると関東北部でも 大雨や強風などの影響をかなり受けることが多いが、この台風では台風接近中とは思えないほど静かな天候となっていた。この台風上陸の5日前に房総半島に上陸した台風6号の際には関東北部でも200ミリメートルもの大雨となったが、それと比較してもこの台風の影響の小ささがわかる。関東北部においてこの台風に伴う影響が、 小さかったことには以下のような複数の理由が考えられる。まず、梅雨前線の位置である。台風6号の際には関東付近に前線が停滞していた一方、台風7号の際には東北地方にまで北上しており、台風、梅雨前線イコール大雨の公式が関東北部においては成り立たなかった。しかしその一方で、梅雨前線の影響を受けた東北北陸地方では、 大雨となった。次に台風本体による雨雲である。平均的な台風に比べると中心付近の雨雲はかなりコンパクトにまとまっていたため雨雲が関東北部にまで届くことはなかった。また台風が接近する前には台風の周囲で吹く湿った風が関東山地にぶつかって大雨となることもしばしばある。しかしこの台風の周囲では 気圧配置の関係上、南西風が卓越しており、地形性大雨発生時とは逆に、暖湿流が関東山地に遮られる形となり、関東北部ではまとまった雨が降りにくくなっていたと推測される。さらに雨だけでなく、関東北部では台風による風も非常に弱かった。台風の進行方向の左側が下降半円と呼ばれるように、 もともと風が弱い性質があるということがまず考えられるが台風7号接近時の気圧配置を見ると台風の南側では太平洋高気圧との間に大きな気圧経度が生じている一方北側では日本海に大きな低圧部があり南側に比べて気圧経度がかなり小さくなっていたこれらのことから 気圧配置上でも台風の南側に強風が集中したと考えられる。気象庁の解析でも伊豆半島に上陸した際の暴風域は中心の北側 20km、南側 190km と南側に大きく偏っていて実に9.5倍の傾きを持っていたことになる。南側では台風の中心から距離がある八丈島でも 秒速40メートルの風速が記録されている。この台風により、全国で9人が負傷した。また、重火被害は、全海6棟、半海25棟、一部破損198棟、床上浸水34棟、床下浸水267棟などとなっている。この台風に伴う災害は、政府により、局地劇人災害に指定された。ありがとうございます。